皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちら黒沢楽器さんのですね、本社のショールームに実はお邪魔しておりまして、今回はですね、ちょっと紹介させていただきたい方がいらっしゃるんですよ、はい、ちょっと自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、はじめまして、私黒沢楽器店、そしてマーティンクラブジャパンの日下部です。よろしくお願いします。日下部さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんで僕ここに来たかというとですね、はい、実はマーティンからすごく面白いギターが出てきたのでちょっと動画で紹介しませんかみたいな話を聞きまして、はい、ちょっとのこのこやっていきたんですけど、いやいやいや、ありがとうございます。もう、はい、ぜひちょっと見ていただきたい一本があったので。いいですか、ちょっと紹介させていただいても。こちらがその実際のギターになるんですが、ちょっからモデル名からご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、紹介します。こちらがですね、マーティンの SC18E というモデルになります。はい、 SC18E、まあね、タイトルとかその、ね、形状というか、なんかこういろいろ見た目的にもですね、ちょっと皆さん的にですね、あれっていう、ちょっと疑問が残るところではあるんですけども、まあ、ちょっとですね、まあ、前知識なしにちょっとダート弾いてみると、まあ、こんな感じの、いいギターですよこれは。素晴らしい。いや、普通になんかマーティンでいいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。いやいや、もうこれだけでもう満足しちゃうぐらいの感じですけど。そうですよ、ちょっとですね、このギターですね、いろいろこのね、マーティンの意欲作といいますか、はい、新しいポイントがすごいたくさんあるとのことなんで、はい、まあ、ちょっとその辺をですね、坂部さんの方からよろしければご紹介いただきたいなと思うんですけれども、 ありますでしょうか。そうですね、もうこの SC シリーズ最大の魅力が3つあります。いいですか。はい、まず1つ目、ネックシステムなんですけれども、シュアーラインネックシステムという、シュアーラインネックシステムかっこいいですね。必殺技です。シュアーラインネックシステム、シュアーラインネックシステム、そうです。でもう一つ、これはもう見た目の SC というボディサイズですね。ですね、 SC という新しいボディサイズ、かっこいいですね。そして3つ目、これはネックの形なんですけれども、ロープロファイルベロシティという。いいですね、全然この視聴者の皆さんが今ハイみたいな感じの、ね、それ皆さんの顔がもう手に取るように分かるような感じがしますね。かっこいい名前だけ言いたいみたいな感じになってますけど、そうですね、ロープロファイルベロシティ。まあ、何のことか全然分かんなくて大丈夫だと思います。まあ、その辺をちょっとじゃあ、はい、順番に特徴を説明してもよろしいでしょうか。そうですね、ありがとうございます。でまずその一つ目なんですけれども、シュアーラインネックシステム、はい、もう見て分かるように、そう、これすごいですよね、このネックのジョイント。こんなの見たことない。この SC シリーズはネックとボディを2本のボルトでジョイントしているシリーズになります。すごいですよね、接着じゃないですよね、これね。そうなんです、接着じゃなくてこのボルトでグッと締め上げることによってジョイントされてる。そうなんですよ。でしかもここ、ね、見たことないこんな。すごく大胆にヒールカットされてるので、もうさっき のプレーもそうですけど、もうなんかめちゃめちゃこのハイポジションがまあ弾きやすいというか、はい、まあ、本当上の方にこうやって、もうこの上の方の6弦の17フレットも弾けちゃうよみたいな。すごいすごい、もうこのぐらいの勢いで手が入っちゃうぜっていう。だからソロギターの方とかですね、なんか普通にこのハイポジションでこうちょっとアルペジオしたりとか、なんかこのね、なんかこのハーモニクスしたりとかね、めちゃめちゃこのきらびやかなサウンド出したりとかなった時にですね、すごい重宝するんじゃないかなって感じがしますね。でこのサウンドはね、この接着しなくてこれ2本、ね、そうなんですよ、止まってるだけで出るんだから、まあすげえなって感じですね。そうですね、これも非常に構造として理にかなってるんですけれども、ちょっともう一つこの見ていただきたいのが、このジョイントの中、サウンドホールから見てください。中になんかプレートのようなものが入っているのが見えるんですけれども、これシムプレートっていうんですけれども、これ何かっていうと、アコースティックギターっていうのはネックとボディがこうついてるじゃないですか、うん、はい、で初めちょっとこう倒れるように角度がついて、はい、こちらにこう、そうですね、なんですけれども、これが大体こう使っていくと弦の張力だったり、まあ、木の動きでちょっとこう起き上がってきたりとか、あとは、うん、はたまたこのボディも平らのように見えて
ちょっとこう丸みを帯びてるんですけれども、それが湿気によってこう膨れ上がってきてしまったりとか、逆に乾燥で下がってしまったりとか、ギターっていうのはこの状態を変化して弦高が高くなったり低くなったりしてしまうんですね、うんうん、そこでこの中のシムプレート、はい、これ厚みがたくさんあるんですけれども、これを差し替えるだけでこのネックの角度を調整することで弦高調整がすごく簡単にできてしまうという。そうなんですよ、まあ、今の時期はめちゃくちゃ夏なんで暑い、はい、湿度すごいみたいな感じ、雨もすごかったりね、なんですけど、これが冬場になるとそのまあ木が痩せて乾燥するので、はい、もうちょっとこの形状が変わってきたりとかすると、こうネック の, こう、ね、あの角度がまあ変わってきて音が出ないとか、まあ、逆にちょっと反っちゃったりとかして音がなんか出るんだけども弾きづらいみたいな、はい、そうなんです、なってるんですけど、そうするとまあ僕らとかはね普通にリペアに出してネック調整とかサドル調整とか、まあ、場合によってはあのフレットをやってもらったりとかするんですけども、はいはいはい、それがこのカードを差し替えることで、そうですね、まあ、あのカードとプラスネック自体のこの反りを直したりとか、まあ、トータルのバランスにはなるんですけれども、うん、まあ、今までってやっぱりリペアマンに預けてすごく時間がかかって、まあ、すごく大切なことですけれども、調節っていうのはやっぱりすごくプロの仕事だったんですけども、これがまあもちろんちょっとこの調節自体はなるべくプロのリペアマンにやってほしいんですけれども、構造を覚えてしまえば柳澤さんにもできてしまうかもしれません。そうですよね、すっごい雑に言うとね、すごい雑に言うと弦外す、ネジ外す、ネック外れる、差し替える、で逆の手順ってことなんですね、戻すっていうね、すごいざっくり言うとね、そうなんです、ね、そうなんです、ちょっと繊細なところでね、そうなんです。1年通してやっぱり自分のその求めてるプレイアビリティに簡単に近づけることができるっていうのはなかなかの革新的な構造だなと思います、うん。あとはまあ単純にその自分の好みにね、あの調整してもいいですもんね。ちょっと今日はなんかソロギター多いからちょっと低めにしようかなとかもありますし、 なんかちょっと今日ねストロークで、まあ、バッキング中心の仕事だからちょっとこう弦高くして音量稼ごうかなみたいな、まあ、そんなこともできるわけですね。すごい プレイヤー目線の意見ですごく参考になりました。すごいですね。いや、そうですね、そのね、どういう意図どういう目的でこのギターを使うかによってもまあ調整ができる。そうなんです、そうなんです。そしてもう一つ、やっぱりこれは最大のボディの特徴である形。そうです、 SC シリーズ。これね、ちょっと見た目これも左右非対称のちょっと形になってるんですけれども。そうなんですよ。なんでこんな形になってるかというと、アコギっていうのは例えば皆さんこう弾くようになるとステージに立つじゃないですか、うんうん、で実際にアンプにつないだり PA さん通してスピーカーから鳴らすとハウリングっていうの問題が出てくるんですね、うんうん、でもこの SC のシリーズちょっと見ていただくと低音源側のボディがちょっとすっきり小さめ、はい、こちらがいい、はい、でしっかり高音源の方は大きなボディを形状してるんで、この形状からハウリングが起こりにくいっていう風な形状になってます、うんうん、そうなんですよ。この低音源側は陽性が少なくて、まあ、高音源が陽性が大きいと、まあ、ハウリング大体その低音側ってうーんみたいな感じになるんですけど、まあ、そういうのは大体その5弦とか6弦がね共鳴しちゃって、でそれでこのハウリングすることが、まあ、ほとんどなんですけども、そういうのを避けるためにライブでも使いやすいようにこういう形状になってるよっていうのが SC シリーズ特徴ということなんですよ。で滝沢さん、この見えないところの話なんですけれども、はい、ブレイシングっていうアコースティックギターには欠かせない構造なんですけど、はい、中のこの力木っていうのがあるんですけど、これがだいたい削られてスキャロップドっていう構造になってるんですね。これは木の振動をさせやすくするためなんですけど、うん、この SC シリーズはこの低音源側は削り込みがないノンスキャロップド構造になってます。なので低音源側はしっかりちょっと振動をこう抑制して、そして高音源側はスキャロップドされてることでしっかり振動するようになってるという、うん、なかなか細かな。そうですよね。でもだからといって別に低音が出ないわけじゃないですもんね。そうこれちゃんとね、さっき弾いていただいて、そう違和感ないというか、そうです、全然遜色ないというか、全然低音ふくよかでいい感じです。すごい出るぜ低音飛んでいくぜ低音すごい。そんな感じでこうライブのこともしっかり考えられてると、そのプレイすること想定してるんですよね。すごいですよね。これが2つ目、うん、まだあと1個あります。ちょっと弾いててなんか感じませんでしたか皆さん、これそうです、ネックの部分、そう、これ3つ目のさっきの必殺技みたいな名前、ロープロファイルベロシティ。ロープロファイルベロシティこれは何かというと、まあ、単純に言うとネックの形が
左右非対称になっているということです。うんうん、そうなんです。これですね、まあ、一応基本的にこの丸なんですけど、はい、その丸の頂点がですね、このロゴ、あ、僕説明しちゃった、あ、もういいですよ、僕説明しちゃった、その丸の頂点がですね、このね、はい、ローフレット側はその、ね、ちょっと下に来てるんですよ、うんうん、だからこう握った時にその親指が結構こう、ね、上に出やすいというか、結構そのローコードでこうミュートする時、まあ、C とか G とか D とか、まあ、こんなフォームになるじゃないですか。結構これがね作りやすい、はい、でこっちが寄ってくるとその頂点がだんだん上の方になってくるので、またこの、ね、ホールとかが変わってくるみたいな。そうなんです、そうなんです、うん、だから弾いてると低音源から高音源側まで違和感なく指が動いている。しかもこの構造なので本当にハイポジションの今まで届かなかったような位置でも、うん、変わらずプレイングという構造になってます。いやーすごいですね、よく考えますよね、そんなことね。そう、本当にプレイヤー目線のマーティンの新しいモデルになってます、ね、なんかこういうのとか、まあね、そのネックのこの、ね、カットのやつとか、まあ、ボディサイズとか、まあ、言われてみればなんか、あ、確かに合理的だなって感じですし、ね、よく考えるなってそうですね、うん、な感じですよね。武田さん、でもね、このじゃあ SC シリーズじゃあ全部これにしたらいいじゃんっていうことじゃないんですよね、マーティンっていうのは、うん、やっぱり今までの伝統的なマーティンのスタイルがちゃんとありながら、こういう新しいことにも挑戦していく、ここがマーティンの素晴らしいところで、ちょっと見てください、このサウンドホール、この X ブレーシング、さっきのねブレーシングの話しましたけど、このブレーシングの構造を考えたのもマーティンなんですけれども、うんうん、要はこの伝統的なマーティンの X ブレーシングっていうのをあえてこのサウンドホールから見えるこの位置に持ってくることで、その伝統と革新、これをまあなんていうかね、表に打ち出しているという、まあこれ僕が勝手に考えてるだけなんですけど、あ、でもそういうメッセージがあるんじゃなかろうかと、いや、もう間違いなくそうだろうと感じさせるようなスタイルになってます。そうですね、マーティンがドヤーッと X ってアピールしてきてるわけですよね。でもそういうこの新しい、ね、その革新的なそのデザインというか、ね、はい、そのまあシステムというか、まあ、そういったものをちゃんとこう取り入れるというのはすごいですよね。そうですね、なんか昔からね、やっぱり音もマーティンって感じませんか。はい、します、すごくします。なんかこうね、アコギといえばやっぱりマーティンみたいな感じですけど、そこのね、なんかこの座にこのあぐらをかくことなく新しい日々チャレンジをしていくというですね、もうめちゃくちゃ意欲作なんですよ。そうですね、で、まあ、そういう意欲作が出てくると、まあ、若干飛び道具というかちょっと色物というか、はい、なんかねちょっとまあああみたいな時もあったりとか、ね、することもあるんですけど、その辺はさすがマーティンというか、そうですね、うん、もう本当にもともとこれの SC というシリーズは2020年に発表されて、少し安めのラインナップで初めスタートしてたんですけども、今回初めて、スタンダードシリーズで、ラインナップされたんですね。で、弾いていただいて分かると思うんですけども、もうもう止まりませんね、このそう、それぐらい虜になっちゃうぐらいマーティンのサウンドと弾きやすさがこう融合してるこんな感じ。そうです、いや、ね、本当に弾いててね、音がいいからね、さすがだって本当それ本当にそれ、そうなんです。なので今までマーティン大好きだった方もそうですし、まあ、これまであまり弾いたことないような方も、アコギって思ってたような方も、これを手にしていただくと、こんなに弾きやすくて音も良くて、マーティンってやっぱいいなって思っていただけるんじゃないかな。まあ、そうですね、昔ながらのマーティンのイメージはやっぱありますけどね、まあ、そういうのがそういう好きな方はなんかその新しいモデルなんか、はい、バラバラみたいな風に思ったりする方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、まあ、弾けば納得ですね。そうですね、もう、まさに虜になってくれる一本だと思ってます。普通にまあ単純にやっぱ音がいい本当にそこにつきますよね本当そこにつきますやっぱ弾いてて楽しいとか、ね、大事ですからね。そうですね、で今回はこの SC18 サイドバックはマホガニーという材ですけれども、他にラインナップで28ローズウッドが使われている、定番のニッパチ18っていうのがラインナップされているので、ぜひこの違いも体感してほしいところですね。はい、そうです。じゃあ皆さん覚えました、3つの特徴1つ目がシュアアラインネックシステム、で2つ目がその SC というこの新しいボディ形状ですね、で3つ目、これぜひ覚えてくださいませ、ロープロファイルベロシティです。かっこいい、言いたいだけです。ロープロファイルベロシティです。
こいいですね、だからこれ今あれですよね、もうマーティンの取り扱いの店に全国的にも流通してるんですもんね。そうですね、全国マーティン取り扱いの楽器店さんに行っていただければ見ることはできますので、まあ、ぜひちょっと楽器店に足を運んでこのマーティン試していただきたいなと思います。はい、なんで皆さん楽器屋さんに向かってもしこれがあったらですね、おロープロファイルベロシティがねって感じで店員さんにドヤ顔してロープロファイルベロシティらしいな、あこれロープロファイルベロシティそ, そうすると店員さんが苦笑いするか、もしくはなんかあの動画見たんだなみたいな感じで、そうです話が盛り上がるかもしれないのでよかったら覚えていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあそんな感じでちょっと長々と行きましたけども、そしてちょっとサウンドの良さも分かっていただけたと思うんで、あとは皆様が体験していただく番でございます。そんな感じ、じゃあ今日はですね SC18E の、ご紹介を草上さんと一緒にさせていただきました。そんな感じでじゃあ今日は終わりにさせていただきましょうか。はい、あとは楽器屋さんで触ってみてね。よろしくお願いします。ありがとうございます。さよなら。じゃあねー。